DIY 教室、パンチカーペットでアイルランナーを作ろう。今回はパンチカーペットに文字や模様を描いてオリジナルアイルランナーを作ります。こちらの道具を使って DIY します。まず会場のサイズに合わせてパンチカーペットをカットします。描きたい文字や模様の大きさと位置を決めて、パソコンで作ったデザインを実際のサイズ通りに印刷しましょう。実際のサイズで印刷した紙の文字をカッターで切り抜きます。切り抜くと中の紙が離れてしまう場合は一部を切らずにつなげておきます。印刷した紙は全部切り抜いておきましょう。ペンキを使って着色する場合、切り抜いた紙をパンチカーペットに配置してマスキングテープで固定します。鉛筆で文字を縁取り下書きをします。紙を外して下書きが欠けている部分を書き足します。油性ペンで下書きの線を縁取りましょう。縁取った線からはみ出ないように筆を使って塗料を塗っていきます。線が乱れた場合、乾いた後に油性ペンで整えると綺麗に仕上がります。大きな模様はスプレーを使って着色することができます。模様を印刷した紙の裏に両面テープを隙間なく貼り付けてから、文字と同じように模様を切り抜いてパンチカーペットに貼り付けます。他の部分にスプレーがかからないよう広めに養生します。スプレーを吹きつけて一気に着色します。塗料がしっかり乾いたら紙を剥がしましょう。使う塗料や描き方は自由ですが、事前にテストすることをおすすめします。プリントできるシールタイプの布に写真を印刷して、剥離紙を剥がしてしっかり貼り付けましょう。完全に乾燥させたら完成です。